ソルタイザトはソル有利らしいです。オガちゃんいます。まあ後でじゃあお話聞きますね。うん、じゃあちょっと勝利者インタビューで、はい、マジモさんにお話をお伺いしたいと思います。はい、これで2つつけれると思うから、持っててもいい。ああ、まあ持ってていいですよ。はい。はい、じゃあ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、マチョボさんです。マイク、聞こえますでしょうか。問題ないかな。唯一心ですよ。大丈夫そう。はい。はい。じゃあもう早速感想をお互いずつなんですけども。まあ前回、うん、ちょっと俺が対応できてなかったところ、あ、まあ多分動画とかにはないんで、ね、見てる皆さんちょっとわからないかもしれないんですけど。前回で自分がダメだったなって思うところをまあ全部直したらこの結果。お、佐藤戦全部直してきた。直しましたね。ワンパだったところを読み合いにしたりとか、その意識しないでなんだろう、やってしまってたことを意識してやったりやらなかったりを選べるようになったぐらい、まあ、佐藤は慣れたなっていう感じだったんですね。前回はまだちょっと小川さんぐらいジョージが上手い AD とかあんまいないので、佐藤がいないので、まあ意識がちょっとまだいろんなところに向ける状態ではなかったのを全部意識向かしてって感じですかね。そうですね、対策、そうですね。 で今度は逆に小川さんが対策してっていうので、まあその格ゲーの面白いところの、まあ、途中だった感じですかね今。でも1週間しか経ってないですよね、前回やってから。そうですね、1週間で。まあそうなんですけど、でもまあもう結構脳内ではかなり脳内では相当詰めましたね。なるほど。怒りしてみたいにこうずっと考えて、なんかどうするかなみたいな。イメトレで、イメトレで、そうですね。了解です。で、戦ってみた感じなんですけど、はい、キャラ相性的にはどうなんですか。まあこの組み合わせ五分か、まあ俺ソル有利に傾くことは俺はないと思ってるんですけど、まあちゃんとやられたら辛い部分もあるっていう。そうですね、まあはっきり言っちゃうと、多分後で見返してもらえば分かると思うんですけど、例えば小川さんがバックステイクダッシュで逃げたとき、バックテイクダッシュとかバックステイとか逃げたときに必ず社外装を置く癖があるんですよ。まあはいはい、そこ俺マイピーで毎回勝ってるんだけど、やっぱ直せないんですよね。まあまあまあ、いきなりじゃんね。そう、そこを俺は今回かなりついた形になったとは思うんですよね。もうそのソルのマイピーがエディの社外装にカウンターするってことはマジでバレてる。先に置かないとこっちは負けてしまうんで、マジでバレてるってことだと思うんですよ。それが結構、まあこの10先って、まあ、12試合でそんなに起きるっていうのはやっぱもうバレバレで、まあ、変えなければならないところなんですけど、そこはまだちょっとやっぱ向こうもまだ、じゃあそこは致命的な弱点だったなと、そう思いましたね。なるほどなるほど。で、向こうが直すまで俺は一生 IP とか、で、そしたら、そっちで佐賀県に帰ってきたりとかしてたんですよね。そう、そこで俺は足払いに変えようとか思ってたんですけど、で、それで終わっちゃったみたいな感じですかね。ああ、じゃあその先の読み合いも一応用意してはいた。用意はしてます。佐賀県に帰ってきたら、俺が足払い打つだけのゲーム。格闘ゲームですね。そうですね。技相性の。だからどうしてもやっぱ、その、一方的にソルが有利に傾く場所とかないんで、やっぱ、置き攻めしてる時ぐらいしかないんで、そうそう、まあその辺でなんか、その瞳で、やっちゃった方が、まあ、早いと思って、まあ、まあ今回10先ってことなので、まあ、勝つためだけに、まあ、ずるいことしましたみたいな感じですかね。本当だったら、のじえとかだったら、うん、こういうのばっかり勝ってると多分違う座頭の人と対戦すると多分、はいはい、勝てないと思うんですけど、まあ今回こういう形だったら、そう、前回はそういうの知らなくて普通にやってたら、そう、まあ、10先だったって言われて、えーってなったので、まあちょっと納得いかない部分はあったので、まあ分からせられることができて、ちゃんと準備してくれば、そう、準備してくれば、準備できれば、そう、もしくはその10先って言ってくれれば勝つための動きを俺は全部やりますよっていうので、そうですね、なんかそんな感じでした。対策が光ってる感じで。そうですね。じゃあ、まあ今回の対戦以外の部分の、はい、インタビュー面的な感じでちょっとお話を聞かせてもらいたいのかと思うんですけど、はいはい、あのイグザードは稼働初期からプレイされてます。稼働初期、そうですね、稼働初日からやってます。稼働初日から、初日からやりました。キャラの変歴とかなんですけど、結構いろんなキャラ使いますよね。そうですね、まずイグザード、自分ロケテにちょっと行ったことがなくて、まあ新キャラベストマンもあることですし、まあ全キャラ1個技増えてたりとか今回するんですけど、まあちょっとわからないことで
わからんが、最初はカドトンでアクセルと30点ぐらいやったんですけど、はいはい、まずレバーが受け身が取れ、車間範囲のよろけが受け身が取れないとか、その基本的なシステムを含めてわからないことが多すぎて、使った方が早くねってやって、まあそのキャラ、自分のキャラに詰めるよりまず知らんところをそれもで調べてからっていうんでやりましたね、自分は。で、そのおかげで結構使えるキャラも増えてっていう感じなんですかね。そうですね、そのおかげでそう使えるキャラ増えて、まあそうですね、大体のキャラもある程度は使えるようになりました。了解です。じゃあメインキャラの遍歴っていうか、はい、まあ、エグザート始めてからメインキャラにしたのは、はい、どのキャラ、はい、はい、なんですけど、はい、ちょっとなんか自分で使ったり周りのソルドを見てるときに、なんかちょっとファフニールの匂いに気づいてしまいまして、あ、これなんかおかしくねと思ってでなんかちょっと考えたんですけど、これカイのその好きなのが結構鳥かごとか、そう、立ち回りで安定、例えばスタンチャージ青とか、今回スタン青とかで安定取りつつ、まあ相手を封殺するっていうのが好きなんですけど、ソルでできちゃうんですよ、それ今回。ファースト以外と、ファーストがそう一部キャラ別なんですけど、アイでできることをソルでできて、しかもその要素がソルの方が強いとなると、ハイを使う理由がってなって、でなんか公式大会とかあるとか、そういうのも多分あると思ってたし、あるとしたら多分キャラの少なさ的にもシングルだろうなと思ってたので、まあシングルで安定して勝つってことは、その全キャラ安定するやつだから、それだったらソルの方が多分今は安定するだろうなと思って。じゃあまあ、回でやれることをソルでできるんだったら、じゃあまあソルで、そうですね、っていう感じで。で、そうですね、ソルに変えました。じゃあメインキャラ的には、回からソルに変えた感じで。そうですね、メインが回からソルですね。了解です。じゃあ、まあ、攻略的な部分の話なんですけど、はい、やっぱファフニールは、かなりお気に召した感じで。そうですね、ファフニールの性能、なんだこれって思って、でそれ以来もう、毎日ファフニールを、感謝のファフニールをひたすら打ちまくって、で、まあ、ダメな場合とか、ダメなキャラとかやっぱいるんですよ。ファフニールがそこまで有効ではないキャラとか、おうおう、そういうのを全部調べて、ファフニールが、まあ、具体的にどういう面が強いとか、まずガードさせて、まあ、4フレ有利らしいんですよ。おで、徳がで5分なんですよ。要は徳がされても、しかもソロの助け発生が3、1ダメ3なので、まず徳がされても問題がないっていう、はい、なので、やっぱ、ガードさせた時に全く問題がないこと。じゃあ、避ければいいじゃんってなるんですけど、ジャンプはホルト張らなきゃ、ガードできない上に、避けても硬直がなさすぎて、対空が間に合ってしまう。あ、はいはい。ということは、ファフニール自体を止めないと、ソルが有利に運ぶっていうことなんですよね。それはまずいだろうと思いましたね。で、そこはそうですね、ファフニールの強いところですかね。了解。じゃあ、立ち回りの部分で、はい。まあ、ファフニール以外でも何か意識してる部分とかも、意識してる部分、とりあえずガンフレーム青がギキャンか、ギキャンがまあ俺の中ではかなり強いなと思ってるんですよ。スタン青とガンフレ青を比べた時、俺はガンフレ青の方がいいなと思ったんで、どういった面で、今回ガンフレームの持続が長くなってるんですよ。そう、なんかすげえ最後の方まで残ってて、で、あとガンフレ当たった時のリターンがおかしい。まあまあ確かに確かに、受け身の時間も長いし、長いし、そう、カウンターしたら拾っちゃうしで、はいはい、で、なんかワンフレーム、暴れ通信もなったりするけど、タイのスタンだとそういう風にはあんまりいかないんですよね。そこがまず違うなと思ったのと、なんかちょっとどういう仕様かわかんないんですけど、ダウンオイチからガンフレ青とかできるんですよ、ギャンが。はいはい、カイとかだとなぜかできないんですけど、その辺もやっぱそれだけできるんですよ。そう、それだけできるっていうのが、あれっていうそうですね、かなり有利取れますもんね。そう、有利フレームおかしいですね。了解です。あと、まあ見てる感じなんですけど、そういったはい、なんていうのかな、まあ、ファフニールの強いところを押し付けたりとか、ガンフレギガンのリターンで、まあなんとか結構そこからダメージ取るところが結構見れたんですけど、はいはい、これ以外の部分でも対空への意識配分とかがかなりすごいなと思ったんですよ。あ、はい、空中投げとかで、まあ、立ち回っているときに技を振り回してるときの、はい、そういった意識配分のところで、何か独自の意識配分を意識、座頭でいいんですかね。
対座礁においてとかいろいろキャラによってやっぱ変わってきてしまう。やっぱキャラ対策で結構変わります。変わりますね。8程度落ちないキャラいるんですよ。チップとかそうなんですよ、はいはい、そういうキャラは昇竜とホルカリクワイパーか空中投げか空中直が、まあ、空投げに空中直が仕込んで、はいはい、全部直して投げるとかそういうのをやらないとダメなキャラとかはまあそういう風に変えたりとか、ちょっとシャガハイ対空が有効なキャラにはシャガハイちょっとザトウリもちょっとやったんですけど、そうですね、逃げるときにジャンプ系に合わせる感じで下が入ってます。このままその場でちょっと変えたりはしてますけど、私は地上で技振り回してるときも結構上見てますよね、はい、そこら辺得意な行動って感じですね。うん、あんま見てないですね。あんま見てない、見てないですね。反応で、反応が8、9ぐらいですかね、大体。たまにその見ないと本当に無理なキャラ、ミリアとか、はいはい、あの辺は見ますけど、ザトとか別に空中行動がそんな速くないキャラはまあ、上飛んだら見てますけど、飛ぶ前は見てない。飛んでから見ます。あ、そうなんです。割とでも他の人たちだと飛んだの見てからあやべえ飛ばれたって結構ガードの方に意識いっちゃうじゃないですか。あ、はいはい、でも意識をその対空をこうやるっていうのを意識してれば結構反応が間に合うって感じ。そうですね、意識してれば間に合う。了解します。いや前に、はい、いや、アジオの大会ってあの、はい、コメントであったんですけど、出場する予定とかってどうですか？金銭面に余裕があれば出たい。俺、エボに行く予定なんですよ。おで、あんまりお金使いたくないんですよね、そのため。で、売る方もやらなきゃいけないから、絶対金が相当使うと予想されるので、あ、まあ、1万ちょっとで行けるんで、まあ、そっか、行きたいんですけど、コメントがだいぶ盛り上がってたけど。行けたら、うん、行きたいですね。まあ、関西の人と対戦したことないですし、まだ多分関西で人、俺の知らない強い人とか、関東でもなんか俺の知らない強い人とか結構いるぐらいなんで、やっぱ西も多分いっぱいいるんだろうなと思って、やりたいんですけど、まあ、まあいろいろそこは自分の対応と相談したりとかしつつ、行けたら行く感じですかね。なるほど、わかりました。じゃあ、またちょっと話が戻っちゃうんですけど、はい、対戦をする上で、はい、もうキャラとか関係なく、イグザードで対戦する上で、はい、こうどういったことを指針にしてるとかってあります？指針、自分は独自にこういったことを絶対やろうっていう指針とか。こういったことを絶対やろう。とりあえず、まあ、俺安定して勝ちたいので、はいはい、じゃあこのゲームじゃどうやって安定したら勝つのかってなった時に、まず危険っていう新しいシステムがまず強いなと思うんですよ。で、さっき自分でも言いましたけど、ガンフレーム、危険、スタン、危険。だから、もし回で、相手が回使いで、例えばゲージが25あったら、危険する、スタン、危険するだろうなって思いながら戦うとか、そういう、なんだろう、イグザードならではのところの意識配分、強いゲーム、強いシステムの意識配分をする感じですかね。で、そうして、なんかそれで、そうするとなんか、まあ変える人もいれば、ずっとそれがやっぱ安定だからって言って、やってくれる人もいるんで、それでゲージ吐かせてとか、そういう。読み合いに全部付き合わないっていうか、無視するのが無視って、そういうなんか、危険とかは無視しちゃうと、ダメなので、まあそこは見てみたいな感じですかね。じゃあもう本当あれですね。やっぱロマキャンとはゲージ絡みのところで。ゲージは相当そうですね。重要って感じなんですね。あとはなんかそのこのキャラの強い部分がね、スレイヤーだったら今回前捨てがなんか長くなったのと短いのと長いの、はいはい、両方出せるので、なんか前捨て投げってやってくる人が多くて、スレイヤーだったら初見だったら例えば臭いところでその前捨てが警戒するとか、そういうそのキャラの一発でなんか相手に触れる技とかそういう危険な技を意識して、まずそれを潰してっていうところですかね。じゃあキャラ対策もやっぱ大事ってことですか？そうですね、そこはかなり、はい、はい、じゃあこの前公式大会優勝しましたけど、はい、大会では特別に何かを考えてるのがありますか？大会は俺は強いって思うことにして、ビビったら負けだと思うんですよこのゲーム。やっぱアークのゲームっていうか、まあ基本的に1ラウンド、1ラウンド1先じゃないですか。そうですね。例えば1回こけて置き攻めがそのまま通って負けちゃったら、もうその時点で終わりっていうゲームなので、その自分に自信を持つで、必ず、なんだろう、怖くて打てないとかそういうんじゃなくて、俺は強いから大丈夫だから打てるっていう
そういう、例えば勝利で立ったりとか、そうなんですけど。私は意味がないの。帰ってきた、帰ってきた。俺のこの何、何乱キャッチはもう、いいです。いや、じゃあ、あともう一つで、お願いします。こいつ、あと、これがラストで、こういうレーザーある。あれなんだっけ、今ちょっとギブが入っちゃったけど、じゃあ、そうですね。じゃあですね、すいません。あと、質問的にあと一個とかあるんですけど、はい、ソルが逆にじゃあやられて嫌なこととかだ、やられて嫌なこと、そうですね。ぜひ2点ぐらいお願いしたいんですけど。やられて、ソルで。ソルでやられて嫌な。ソルでやられて嫌なことは、キャラとか関係なく。相手キャラとか関係なく。まず、応用が上手な人がちょっと、めんどくさいんですけど。ちゃんとガードしましょう。そう、ガード、あ、例えばその、ソル同キャラだったら、ジャンプベストを先重ねするタイミングの落ち目の時に、ガードタッチ K ってやると、中段も下段もタッチ K が勝つ、タッチ K が出てくれて、鍵だったらガードになるっていうガードテクニック。あ、はいはいはい。とか、そういうのやってる人とやってない人ってやっぱいるんですよ。はいはい。で、やってない人だと、そこでなんかボッタ食ったりとかできちゃうんで、そういうガードをしっかりされると、楽できなくなって、そのソルの強い置き攻めが通りづらくなるから、結果的に相手の勝率も上がったりとか。はいはい。まず、防御、それで防御かなり大事かなと。ここにあとファジーガードとかも使い分けたりとか、直側バレとかファジーガードとか全部使い分けたりとかされると、ちょっと、まあその中の一点として、まあそのジャンプエースの最後ね、の時にと必ずボタンを押んでおくと、ファジー暴れって感じ。そうですね、ファジー暴れすれば、まあその一個で2個勝てるみたいな、ずるい選択肢って、ね。まあポイントとしてはそこが一つって感じですね。そうですね。防御がまず一つと、あとは、そうですね。それでボルカニックバイパーあるじゃないですか、はいはい、でもあれってなんかその強いとは思うんですけど、単純なダメージのリターンだけで考えたら当たった時の方が少ないんですよね、ドーマキャンがなければ、はいはいはい、なのでボルカ怖いからって毎回やっぱ置き攻めを鍵にしてしまう人がいるんですけど、ブッド側も普通に考えたら怖いと思うので、毎回そのメリハリつけてなんかビビらないで置き攻めしたりしなかったりっていうのをされると、こっちも結構こういうのも厳しくなってきたりとかするなと。じゃあまあ攻めるときはちゃんと、そうやるときは俺やっていいと思うんですけどね。はい、了解しました、ありがとうございます。まあまあインタビュー的にはこんな感じで、あとは最新回でちょっと聞きたいことがあったりするんで、あ、はい、わかりました、でお願いします、はい、で、こいちが負けてしまって、意外ともう一くらいじゃないですか、ね、多分意外ともう一くらいが入る、悔しかったかな。で、これはじゃあまあ最後にじゃないですけど、はい、この枠がどうしようかな、延長しようかなと、ちょっと始まるのが遅かったんで延長しようかと思います。はい、時間的にはまだ大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です、あと3時間ぐらい。じゃあちょっとリスナーに、一言コメントとか一言、うん、とりあえずイグザードプレイヤーに一言、イグザードプレイヤー、ああ。とりあえず見てくださった方はありがとうございます。イグザードはなんか結構キャラが少なくなっちゃって、なんかちょっと自分のキャラいないからつまんないからやんないとかいう人結構多いんですけど、その全キャラやっぱ面白い要素あって、ゲーム自体がすごいシステムとかそのプレイヤーの頑張りが反映されるゲームだったりとかそう思ってるんで、キャラがいなくなった人もそのこの14キャラの中で好きなキャラを見つけてこのイグザードぜひ楽しんでもらえたらなと俺は思います。で、やってる人もまあなんだろう、まああれ小川さんが結構ラスボスっていう感じでみんな誰も勝てないって思ってるんですけど、こうやって頑張れば勝てるということでね、もしかしたら視聴者の方もね、ソルもしかしたらソル使って俺みたいに角に打てば勝てるかもしれない、10先で勝っちゃうかもしれないって体現してしまいましたから。そうですね。まあ、オガちゃんはラスボスだったけど今もうマキャコーさんが唯一死んでる15段で、あ、そうか、これ上がれましたよね、そういえば。そう今日本で一人だけなんです。あ、マジで、はい、唯一死んでるやったー、うん、なんでこれから、まあ多分公式大会とか、はい、多分大きい大会とか出てくると思うんですけど、そうですね、それもぜひ自分は参加してまた勝てたらなと思います、はい、まあ皆さんもまあ大会に出るのが目的だけじゃなくていいと思うので、その普通にゲーム自体を楽しんで、うん、そうですね、この新しく出たこのラムネザルっていうキャラもかなり尖ったキャラで、俺って個人的にすげえ面白いと思ってるんですけど、面白いキャラが本当満載だし、システムも面白くて、そのプレイヤーの発想力次第でどうにでもなるところが、2キャンとかあって、どうにでもなるっていうのが、
ごいいいとこだと思うし、みんなやってる人もやってない人も、木陰の人も、まあやってほしいなと。で、そうですね。はい、了解しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。で、じゃあ、まあ、あの二人の対戦とか、一つ、あとは、コメントも拾いつつ、あ、わかりました。まったり配信で、いければと。はい。で、コメントとか、抹茶坊さん多分配信に出るの、機会少ないかもしれないから、よければどうぞ、コメントしてくださいな。どうぞどうぞ。マジ、こいつさん超財布振ってるんだけど、振り回してるね、マジ。やっぱあの技に夢を乗せるしかないのか。あ、炎上しました。多分この枠まで、この次の枠までですね、どんどんコメント来てるんで、ここリアルタイムのゲームなんで。ああ、はい、はい、これですか。これこれがコメントして、ここが気がするかなと。貝からソルに転向したのは、貝でできることがソルでできて、その質がソルの方が高いからです。はい。フォーム、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 はい、じゃあいいよ、準備できてからでいいよ。次のね、組み合わせが、いや、今回ね、ほんとファン感謝配信みたいな感じなんですよ、突発の。うん、そう、日頃のね、配信にお付き合いいただいてるリスナーさんへのファン、突発ファン感謝配信みたいな感じで、だからまあメンバー限定のね、配信なんですけど、こんな感じのがね、突発でできればいいんですけど、出演してくれる方がいれば、またね、考えたいと思います。で、じゃあ、おばちゃん。まあ、ちょっと準備中なんで、待っててくださいね。うん。で、まあ、こいつが無理とか下げてるけど。じゃあ、いいですか。大丈夫。じゃあ、これ持ってもらって。はい、じゃあ、小川さんです。はい、小川です。はい、どうもどうも。どうもどうも。いやー、うん、はい、お疲れ様でした。きつかった。いやー、きつかったっすね。まあ、でも、やっぱ逃げるポイントで、ちょっと俺がぬるかったっていうのは分かったから、うん、まあ、こういう負けを経て、ちゃんと強くなりたいなっていうふうには思いました。じゃあ、まあ、一応、なんかこうやってボコられて学ぶってやっぱ大事だから、今回はやっぱ、まあ、HA さんのおかげでこういう機会設けていただいたから逆に感謝したいと思います。本当に？はい。やっぱ俺が弱かったっていうのはやっぱ間違いないし、まあ、マチャボも強かったし、まあでも、ね、見てる感じ、おばちゃんはね、弱くはなかったよ。ただ、あの唯一しか強かったわ。まあそれもありますね。まあでも、まあ、弟のアドバイスはちゃんとしっかりとやりたいとは思っていますし、まあこれから、まあそうですね、やっぱザトウも今回弱くないから、ああ、はあ、別にソル一強とかは絶対言わないんで、ザトウがやっぱ唯一ソル戦えると思ってる。唯一今のところ、その単純にソルザトウが5分ぐらい、まあ今回の結果だけで見るとまあ相当ボコられちゃったんですけど、まあそれは俺の甘えっていうのもありますんで、ああ、はあ、まあでもなんとかしっかりともう一回対策させて、まあリベンジもしながらもやっぱり負けてやっぱ学んだ方がゲームは伸びるから、やっぱりそういう風にまあ頑張っていきたいな。まあまだまだ自分の座頭が強いってのは分かったから、それだけでも全然いいと思います。はい、わかりました。じゃあどうしようかな。ちょっとちょっとやらなきゃいけないことがあるんで、おばちゃんリスナーさんと軽快なトークを繰り広げて。あ、はいはい、はい、なんかリスナーさん側から質問とかありますか。まあ、とりあえず今回のまあ配信結果を見て、別にソルが最強とも思いたかったけど、結局そんなにキャラ差がないゲームなんで、結局まあ俺の努力不足でマチャボの努力がすごすぎたっていう風な結果だと思います。あ、ツイッターのアイコン変わったのは、
単純にちょっと俺の絵がちょっと一部の人に受け付けないっていう苦情がありましたので変えました。空中投げに関しましては引きつけて引きつけながら左ハイエースであれば空中直が仕込み投げしつつ投げにもちゃんとできるんで、ちょっとまあキャラによってやりやすさやりにくさもあるとは思うんですけど、そこはまあちょっと、まあ、練習したり、あとは前作のプラス R とかでも一応練習できるんで、まあ、その辺で練習してください。このタイプ、そうですね、とりあえずやっぱ逃げれるポイントでの読み合いがどの試合でも大事なんで、そこをちょっとワンパターンにしないようにしながら、まあ、やっていきたいと思います。そうですね、社外スター足払いに関しては円安とかタチパンとかをまあうまくやって空振りでなんとか釣っていきたいと思います。はい、すみません、大丈夫です。はい、あ、いいですか。いいよ、うん、あとは詰め方としてはとりあえずちゃんとムック見てその攻撃レベルに応じた読み合いをしっかりと作るっていうのが大事ですね。例えば、ザトウの場合だと、ガトリングインバイトヘルの、レベル3かのガトリングインバイトヘルの読み合いの部分はあるんですけど、立ち替えとしゃがみくらいとホルトした場合は、こっち側はわりかしハイスタードリルがフレーム上安定になるんで、それに対しては一回相手側もガードすることで、また読み合いが仕切り直しになるとは思うんですよ。ただ今回は影たまりがついていますんで、一応今回はインバイトヘルガードした後で、ちょっとザトウ側が有利な読み合いになってると思います。いっぱい話せた？そうですね。広まった。で、まあ今この組み合わせの対戦を見てる限りだと、こいつさんがなんだかんだで一矢報いてますね。こいつ早いよね、ゲーム上手くなるので。早いっすね。やっぱりあの有名な夢が認めた一人のプレイヤーですからね。もう。いや、なんか、マチャボーさんの方、D が効かねえぞとか言ったけど。はい。問題なさそうだな。まあ、マチャボーさんなんで、まあ、特に問題ないと思います。多分、勝った後に、すいません、店員さん、この状態 D ボタン効かないですよっていう、伝説の言動が。あ、今ちょっとなんかラムレザルどう思うっていう風に来て、まあ、ピーキーな反面、やっぱ、ちょっとボイさんとやって、あの、サイクルの差し込みとか、画面端のセットプレイが返す、まあ、セットプレイ確認されれば、だいぶ強いんじゃないかとは思います。ただ、問題なのが、最初の開幕の、初手から触ってうまく画面端に持っていく形がちょっとまだ、まあ、中央前限定でちょっとまだまだ完成しないのはあるんで、まあ、そこの研究をちょっと他のラムレザル使いに期待しながら、まあ、こっちもラムレザル対策を進めて、まあ、どうなっていくかみたいな感じですかね、今のエグザードの中心は。そうだね、まあラムレザル相当なんかキャラ人気高いっぽいから、はい、人の扱いでもいるし、まあ、これから成長期待できそうだよね。そうですね、だから初手をうまくなんかやりに行けるプレイヤーだとだいぶ強いんじゃないかなと。初手以外逆にちょっと弱点っぽい弱点もないし、まあ飛び道具もあるし、一応無敵の切り返し技がないのが一点じゃないのって。ああ、まあでもそれもあるけど、それ他のキャラも 何キャラかいるから、ダトウやベノムとかも多分同じようなもんだし、まあラムレタルまだこうエクスプロードでちゃんとなんか空振りとかにさせれば全然奥攻めいけるから、ダメージは安いけど、その後やっぱクールタイム発生しないから、まあいいんじゃないかと俺は思いますけど。なるほど。まあザトウで一番きついキャラは最初ミリアだったんですけど、やっぱソルかなと。だソルに関してはやっぱマチャボーさんの対策の方がまあ上だっていうのは認識して。そうね、相当対策してたみたいだね。そうですね、だから俺も一応ちゃんとメモはしたんですけど、まあちょっと今回は自分の距離から戦えなかったっていうのが一番の範囲だったんで、でまあそこでちょっとマチャボーさんが読み合いが強かったし、俺が読み合い弱かったしみたいな、ちょっと相手の流れに終始ハマってしまったってのはある。ただまあ今日の対戦の内容、動画ノートに書かれてある。いや、もうなんとなくな負けパターンは昔からやってるから、ただやっぱり相手側の低空ダッシュの差し込みの仕方とか、ちゃんと常時にどうしてるかとか、そういうところはすごい分かった。ただ相手側もやっぱリスク常にもうなんか生じてやらないと、ザトウにやっぱいいようにされちゃうっていうのはあるんで、そこら辺が多分ソルザトウの駆け引きだと思います。なるほど。でまあマチャボーさんが、まあ、蹂躙しつつ、こいつさんが頑張ってガードみたいな。いいよ、本当に。他に何か質問し、ああ
カード登録、はい、携帯がちょっと化けちゃって、文字化けが多く、文字化けがあるから、ちょっとやりたくてやれないんですよね。申し訳ない。はい、ありがとうございました。じゃあ、ちょっと、俺が何者かなんだ。だが、この頭痛はてめえを仕留めれば止まるのか。もう語ることはないよ、語ることない。あ、そう。じゃあちょっと店員さんと対応してこないといけないんで。パソコンは持ってはいるんですけど、ちょっと使えない事情がありまして、まあ。いやー、一生勝てなかった。まあ、俺も勝てなかったっすね。まあ、こういう悔しさを糧に強くなればいいっす。そうっすね。僕もキャラ替えを早1日目にして